枕の創始春書賞とは、江戸時代に書かれた、枕の創始の注釈書。全員十二巻、北村木議員著。春書賞とも称す。歓喜がないので正確な出版年月日は明らかでは、ないが、聖書な言枕の創始者、中古の異風、和語の都市列なり、並び、妙紫助言寺物語、夕あたり越官の物なりと始まる抜群には、 遠方2年7月17日公印北村麒麟書とあり、これにより、遠方2年以後の出版と考えられる。底本の本文は一般に、農院本系等とされているが、実際には、農院本の本文を参観本により補填したもので、あることが、萩谷墨により指摘されている。はじめに、作者の聖昌納言や、枕の創の代号などについて解説し、本文には、 詳細な傍中、氷中、強合、交渉などを施す。教法14年発あずさ本では、坪井義友著聖少納言枕の創始装束殺用書1冊が加えられ、袋とじ13冊となっている。他に、小族書がつかない6冊本もある。金星における枕増史注釈の最高峰として、同じ年に監修された、加藤万歳の、 聖小納言枕宗師賞を圧倒したばかりでなく、番を重ねて広くルフし、その本文も枕の宗師の標準本文として長きにわたって読まれた。ありがとうございます。